You would choose me. Once upon a time, in a curious dimension, quite unlike our own, there was a very special world where humans and monsters lived together in peace. In the majestic city of Arba, which stood at the center of that world, the most important festival of the year was just beginning. And the streets resounded with the happy cries of man and monster alike. Childishly simple. The prize is as good as mine. Not bad at all. All right, my turn. All I have to do is hit something, right? Should be easy enough. Goo, huh? Look, look! Hmm? Oh. Humans before. Why now? And how many? Could they all have been affected? What? Even Helix, you mean? Helix! Oh, thank goodness. It looks like he's okay. But the castle may not be. Our comrades are under attack. We must act now, lest they suffer for our complacency. Listen carefully. I will circle around to the rear of the castle and assess the situation. You, meanwhile, will approach from the front... You want to follow some long-winded plan? Thanks, but no thanks. We're royal guards, so let's guard some royals. We need to find King Doric right now. Huh? Wait! Headstrong fool. Does she mean to fight them all off on her own?
Okay, are you two ready? Let's go over the basics of fighting, just to be sure. First, you should open the menu and take a good look at the action list. Monsters here already. Then we have little choice. We must fight our way through. Searing slash. Time to give the actions you just looked at in the menu a boo. Oh, I know an amazing attack. Try using this. ここの魔物も片付いたな。急ごう。ヨクザの間はもうすぐだ。もう、ここにも魔物？急いでやっつけなきゃ。灼熱火炎山。灼熱火炎山。見て見て、木箱の上に。何かいいものが入ってるかもしれないよ。宝箱は近づいて立ち止まると開けられるようになるよ。
よし、ここにいる魔物は全て片付いたようだな。この様子だと城内にはかなりの数の魔物がいそうだな。ますますディルク様が心配ね。急がなくっちゃ。親衛隊長よ、魔物たちが一斉に襲ってきおった。皆正気を失っておるようじゃ。城も町もほとんど占拠されています。うん、早急に作戦を練らねば。まずヨクザの前で俺たちがディルク様とホミロンを背後に守って立つ。そして広間へ押し寄せてくる魔物と対峙する。魔物が近づいてきたら一方が飛び出して魔物を蹴散らす。もう一方はその場にとどまり、撃ち漏らした奴らからディルク様たちを守るんだ。うん、一通り魔物をやっつけたとしても油断はできないぞ。俺の読みでは奴らはいくつかの集団に分かれて波状攻撃を仕掛けてくるはずだ。うん、魔物が攻めてくるたびに一人が攻め、もう一人が援護する。これを繰り返していけば体力を温存しつつ敵の攻撃をしのぎ切ることができる。もうまた長いやつパス。私はとりあえず襲ってくる奴を片っ端から倒すことにするわ。お前な、そういうのは考えなしの力を知ってるんだぞ。大いに結構。我ら三人力を合わせればいかなる軍勢も押し返せようぞ。いざいざ奮い立て、我らの城と町を守り抜くのじゃ。勝つためには頭を使わないとな。
行くぞ。ちょっとここにもこんなに。ホミロン、今行くからね。お祭りで城下に集まっていた魔物たちが押し寄せてきたということか。俺の作戦に隙はない。やはりこういうやつもいたか。襲ってくるなら倒すだけよ。たとえドラゴンだったとしてもね。するな。もし魔物が襲ってきてもさっきみたいに俺たちが助けるさ。二人とも闇雲に戦ってはならんぞ。強敵に挑むにはまず弱点を見極めるのだ。ドラゴンの弱点は頭と尻尾じゃ。よく狙って攻撃を叩き込め。今よ、ドラゴンがひるんだ隙に攻撃を叩き込むのじゃ。連撃
したぞ。な、今こそ勝ち時を。ちょっと待って。あれ何？これはもしや魔物の扉。魔物の大軍がやってくるぞ。はい。状況を打開する完璧な作戦を。二人ともうろたえるでない。さあこれを受け取るのじゃ。よし、それこそが気合の砲撃よ。気合の砲撃。なんだ、体の奥から力がみなぎってるさ。俺の作戦に隙はない。あんたも素直に喜んだら。いや、喜ぶのはまだ早い。そうなの？俺の完璧な読みによれば、今回の勝利は一時しのぎにしかならないはずだ。ひとまず今は王都の魔物は一掃されている。だが一時的に排除したというだけだ。外にいる魔物がいつ攻め込んでくるかわからない。さらに魔物たちの異変が王都でのみ起きているとは考えづらい。とすれば、もうまた長いやつ。つまりそれって他の町も危なくなってるかもしれないってことよね。わしもまさにそれを案じておった。とすればことは一刻を争うぞ。ご安心ください。すでに完璧な作戦を用意してあります。手始めに西の森を抜けコートルダへ。そしてさすがじゃ。かの地コートルダには魔法技術の粋が集まっておる。何かしら解決の糸口が見つかるやもしれんからな。さすがリルク様、素晴らしい作戦だわ。いや、それは俺の作戦。それじゃ早く行きましょう。バクマ行く。よーし、我が勇敢なる親衛隊たちよ、いざいざ出陣じゃ。お
ようこそ。神のご加護があらんことを。We'll be right back.